ヒョンヒョロは、藤子、F、藤尾の読み切り漫画作品。1971年に、早川書房の月刊雑誌、S、F マガジン増刊号に発表された。米沢義弘は、本作と同じく、S、F マガジンに掲載された、ドジデンドジローの幸運とが、SF 界が、藤子、F、藤尾という存在を認識するきっかけになったのではないかと指摘するとともに、 本作を映画、ハーベーを思わせると指摘している。SF ファンの本作に対する評判はよく、藤子、F、藤尾は SF プロパーの方向性へ探っていくこととなる。ある日、マ、ま、ー、あ、ちゃんはお星様を拾った円盤に乗ったウサギさんを見たと言い出すが、両親は子供のザレ事だと信じなかった。その後、マ、ま、ー、あ、ちゃんはウサギさんからもらった字が読めないなら、 読んでもらうように言われたとする手紙を両親に見せる。手紙には、脅迫状。ヒョンヒョロを差し出さないと誘拐するです。マーちゃん殿といった内容が書かれていた。またも大人は信じなかったが、彼らの前に、ウサギのような異生物が姿を現した。異性人を名乗る、ウサギは、マーちゃんを相手に、ヒョンヒョロを渡すように交渉していた。地球の取引を勉強してきたという、 うさぎは恩はかつ、幻覚誠実に、ひょんひょろを要求する。銃などの地球の兵器が通じない、うさぎに恐れをなした、まー、あ、ちゃんの両親や刑事たちは子供を巻き込まないことを了承させつつ、取引を進めるが、ひょんひょろが何なのかさっぱりわからない。苦し紛れに約束の時間に、ありったけの現金を渡すが、うさぎは、紙切れなどではなく、ひょんひょろを渡せと突っぱねる。 現金を渡した刑事たちがヒョンヒョロを知らないことを露すると、ウサギは、それがあまりにも非常識であることに決層を変え、予告通り誘拐を実行する。その後、マ、ま、ー、あ、ちゃんが空からヒョンヒョロと落ちてきたお星様を両親に見せようと呼びかけるが街中が静まり返り、返事はどこからも帰ってこなかった。本作に登場するウサギは2005年の ワンダーフェスティバル夏会場限定アイテムとしてフィギュア化された。藤子 F、藤士 s f 短編漫画図鑑。ありがとうございます。